はいどうも、譲渡ブログです。今回はですね、三重県にある龍ヶ岳を紹介したいと思います。龍ヶ岳は鈴鹿山脈にある鈴鹿セブンの一つで、標高1990メートルの山となってます。晴れていれば山頂周辺を絶景を見ながら稜線歩きができるのが特徴となっていて、重ね岩や変わった吊り橋があったり、6つぐらい滝があるので滝巡りを楽しめるといった観光要素の強い山となってます。あと4月中旬に登ったんですけども、山頂には雪が残っていたり、麓には桜が咲いていたりと、場所によっては季節感が全然違う山となっていて、その点も面白い山だなと思いました。今回はそんな龍ヶ岳をぐるっと練り歩いてきたので、最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それでは早速レッツゴー。ここが駐車場です。登山届を書いて登りましょう。今回登るのは雨山かな。龍ヶ岳あれだってほしいけどな。はい、登山届提出はこちらから。おはようございます。駐車料金の方だけで。あ、そうです。これがやります。はい。あ、ここで書いていくんですか。カードリー、登山届。周辺には何か飲食店があります。あ、登山記念バッジ龍ヶ岳、かっこいい。680円。前にはカフェ&ギャラリーで、こっちが入り口か。なんか寂れてるけど雰囲気ありますね。あ、川が綺麗。桜もあっていいっすね。まあもう散ってるけど、大体ここキャンプ場なんで、ちらほら川沿いとかでキャンプやってる人多いっすね。ちょっと山道っぽくなってきましたね。おっ、龍の雫。一方的じゃないっていうか微妙やって言われてる。ここで組んでたらいいんすかね。だって文章考えるのもそうね、難しいけども、慣れてきたらなんか、慣れてきたらもうなんかその入りから、これはまあまあしんどいですね。まあどこの山もそうですけどね。暑いわそれ。暑いよ。もうみんなトレンキングポールを使い出しました。おお、なんかすごいですねこれ。おお。こ、あ、ここ登らないんですね。はい。こっちかな。岩。なんでここだけこんなに岩ね。向こうも山、あれか、あれあれ、なんか白い部分、あれ雪ちゃうんすか。あそこ、山と山の間。いや、ほんまや、あ、雪でしょ、多分。いや、雪すげえ。まだまだ坂は続きそうっすね。龍ヶ岳遠足をね、新道、分岐、まだじわじわと登っていく。わあ、結構細いな、ここ。危ない。おー、来ました来ました。おー、すげえ稜線。こっから向こうにかけてそういうとこ歩くんでしょうね。なかなかいい眺めですね。雪と桜がポツポツあるんだ。なかなか見れない感じ。雪発見。すごい、すげえすげえ。これなんか花、高山植物。なんか色2種類ある。結構面白いな、景色がコロコロかかって。なんでこんなとこだけ雪残ってんの。硬いんかなこれ。あ、まあまあ硬いし、深いし、ごつい。ねえ、なんかねえ。
晴れてたらよかったのにな。ねこれ晴れてたらここね景色かなりいいでしょうけどね。無意識にやってますよね多分。どうでした？整備通行止め。なんか整備するんですかこれ。ここ行きましょう。ここから下行ってます。なかなかラストでちょっとデンジャラスな道ですね。山頂はどこですか？あ、まだなんですね。なんで？あれ見えてるやつやか。ああほんま若干すらね。ああ奥にね。確かに確かにあっちの方が高いですもんね。あの上で終わり。そうですね。あの上で終わり。で後押しですね。着いた着いた。僕は山頂ということで三角点。三角点。おかっす。百均のタオルが盛り上がってる。なんかゴミ多いですねタオル系のね。ねなぜか。せっかくやっぱなんかちょっとゴミ多いな。ね吸い殻とかもねあったみたいだし。うんあったあった三つ見つけた。ああ結構ですね他であんま見ない。岩ってどう行くんでしたっけ。表道を下るとかなんか僕言ったような。ねで中道で降りていくんですよね多分。中道は多分こっちか。中道が滝。そうですね滝あるって書いてますわ。石はこっちですね。で帰り道はどっちにしろこっちです。あじゃあまた行って戻ってこよう。そうです。ねえこれあのパラグライダーだけど多分今日は飛べないです、ね、あパラグライダー結構険しい。よいしょ。はい到着かさねいわ。ああ来ましたね。ああすごいすごい。あじゃあ綺麗に撮れるやんこれ。いいっすね。830m。さねいわじゃなくて？え？危ないわ。危ないわ。怖いっすねちょっと。はい、カスタネイは登ります。結構でかいっすねこれ。滑りませんけどツルツルしてるから気をつけて。ああ、わかりました。よいしょ。おおこれは絶景やばいっすね。おひょ最高。さあ、降りよう。怖いんで降りんのも怖っ。外のバーナーにジェットボイル。ジェットボイル。かっこいい。すごいな火力が。やば。行きましょう。一人で行った。星群峠に向かって帰ります。帰りも相変わらず険しいです。あ、なんかまあこの景色見ながら降りるのはまあなかなか悪くないですね。ねえ。よしよしよし。おお。やばい。あ、あざいっす。なんか坂畑書いてるな。あ、ここにも登山届の投函箱。坂ヶ岳とかちょっと遠いはずやけどな。やっと降りてきました。滝はあ向こうですか。アプリ乗ってん。 Google マップで照らし合わせて。この謎の街道を通って滝に行くんか。道が苔むしてるやないですか。長尾滝、砂山。降りるんかな。降りてあっちですか。あ、綺麗な水。
最高。おー、滝より楽しみですね、これは。はい、滝に到着。確かに遠いですね、写真撮るには。おー、綺麗綺麗。おー、こんなに近くで見れるのいいな。はい、水質調査開始。なかなか道が分かりにくいですね、これね。まあ多分こっちや。ちょっとバリエーションが豊富すぎてねえ、豊富なんかな。豊富な気しますけどね。またまた川沿い出てきました。永遠に川沿い下っていくような感じですかね。結構地面滑るんで気をつけてください。なかなか危なそうな道ですね。え、怖っ。まさかのはしご。やばそうっすか。いや、結構よ。じゃあ、行きます。ほっ、これは初めてやな。ねえ、おもつけて真ん中ぐらいで倒れてんの。あれっすね。はい、無事降りてこれました。そして滝、癒しの滝、やっと来ました。よいしょ、ほいほいほい。はい、到着。とかここに飛び込みたい。水質調査。いいやもんね、あの細い木に。こんなごっついロープつけても。なんすかこのオンボロ橋。やばいな。ここも滝、何の滝かわからんけど。大きいことあるから気づく。お、ほんまや。こんな橋見たことない。ありがとうございます。橋ではない。金山尾根、また別のルートあるんですね。不合止め橋です。5人以上乗らないでくださいって書いてますね。4人なんで大丈夫。なんてない橋ですね。桜が綺麗。おー、岩でか。白滝丸田橋。ここら辺橋多いな。あんなオンボロ橋をどうにかしてほしいけど。こんなんわざと橋ってね。よし、行ってみよう。なんじゃこれ、通りにくい。この辺り橋が好きやな。まだ30分。もう歩きやすそうですね、ここから。やっとまともな道にたどり着いた。本日はゴール地点。こんなとこやったな。どうでしたっけ。あんま覚えてないですね。だいぶ前の話ですもんね、もう。ね。まあ、ここで会ってほしい。はい、無事帰ってきました。7時間14分12キロ歩きました。さあ、今から着替えて帰ります。お疲れでした。ロボット山のピンバッジを買うのが私たちの夫婦。ああ、なるほど。これいいっすね。Yeah.